こんにちは、つちのこです。今日は5月3日バッチトレルセンター、練習台は起動バッチですね。明日から毎日無料プレイと日替わりバッチの入荷のイベントっすよ。イベント中はピクミン以外のテーマを日替わりで入荷していくんで、ピクミンのテーマが欲しかったら今日のうちにってことで、すんません。じゃあ練習スタート。なるほど、明日から無料プレイの連打なんだね。ゴールデンウィークの最終がそうなんでしょう。いきます。これは昨日やったのかな。右から2番目を掴んで2枚落とす。いきます。うん、はい、大丈夫でしょう。さてこれね、右を狙うとちょっとねうまくいかないことが多いと思うんで、一番左から狙っていきたいと思います。葉っぱの間に右アームをいきます。はい、掴んでくれ。あー、そっち行っちゃった。これ掴めるかな。掴んでほしい。うわー、ギリギリじゃないこれ。滑ったらアウト。あー、よかった。危な。これね、あの葉っぱの間に入れようと思ってもなかなかうまくいかないんですよね。それでもやるしかないよね。葉っぱなんかね、隙間ができて掴んじゃって上に上げてから急にその隙間が消えるみたいな感じになるんですよね。この間やった時そうだった。ちょっと入れてみましょう。ほら、隙間ができてるでしょ。でほら、やっぱりこれで一応掴んでくれるかな。滑らないでくれ。よし、とりあえず4枚かなで終わりました。2周目いけたらね、2枚取れたけど。さあ連続記録なるか。小当たり来い。おほほほ、何これ。ちょ、当たりすぎじゃない本当に。みんな当たってるんですかね。毎日課金してるからかな。さあじゃあ今日はね、このオニオン取っていきましょうか。多分掴むよりね、左から右にずらした方がいいんじゃないかなということで、左アームで押し込む感じでいってみます。あー、結局掴んじゃうか。厳しいね。さてさっきはね、赤ピクミンが多分ねひっついてきたから重くて下に落ちたと思うんですよね。ということで今回は多分持ち上がって落ちるはず。てか落ちてくれなきゃ困るけど。うん、やっぱりね狙い通り落ちました。さてこれ取ってかなきゃダメだね。まずは青ピクミンバッチから掴んでくれ。はい、これも取り残せないので赤ピクミンバッチ取っていきます。うん、はい、コンプできました。4プレイかかりましたね。さあ次これやりましょうか。一回オリマーさんを掴もうとして失敗しましたね。なので今回は、黄色ピクミンを掴む感じでいきましょうか。左から3番目、掴めるかな。やってみましょう。いきます。行ってくれ。あー、すげー勝利落ちしちゃった。きついね。
むむむ。オリマーさん取れるかな、落ちるだろうな。でも取らずには折れないこの状況。どうでしょう。あー滑るよなこれ。うわ厳しいな。はい、オニオンと、赤ピクミン、青ピクミンゲットです。これしょうがないな。もうピクミンだよ、なんか課金がはかどってしまう。難しいね、なんか残しておけない感じだね。さて今度こそオリマーさん足が引っかかってくれるんじゃないかな。それを期待していきます。頼む、足が引っかかってくれ、しっかり頼む。あーもうやばい、どうしようかこれ。もう掴める気がしなくなっちゃった。なんかちょっとふわふわしてるし参ったな。ちょっと黄色ピクミンから掴みましょうか。もうまたこの展開か、参ったぞ。ほんとちょっとずつオリマーさんをずらしていくしかないかな。これまた取れないんでしょう。やばいよほんとうーん厳しい。手と足で引っかかんないかなこれ。いやどうだろう、もう頼む引っかかってくれ頼む。あうわほんとお願い、もう頼む頼む、ちゃんと掴んでくれ頼む、ちゃんと掴んで、ほんとにほんとに。あね、270円目の課金をしてしまいました。もうこれやりたくないからな。ただどうやったらいいのかな。ちょっとあの頭をつかめないのかな。ちょっと頭掴むように行ってみましょうか。これで上にずらして頭を掴む掴めないかな。掴めた、やっぱあそこ掴まなきゃダメなのか。うーん厳しかったほんと。よし次これやりましょうか。スイッチみたいなやつ押したらいいかな。行きましょう。よしよしよし、いいよいいよ。ふぅなんかこうやっていっぱい取れるとちょっと安心しますね。そしてこれはでも2手かかっちゃうね。え？やめてよやめてよ、途中で。ああ
あーよかった、危なー、あそこで詰まったら最悪だったわ。よし、これはいったでしょ。うっそもう、大丈夫だよね。よし、あー、なんとか。あと何台あるんだっけ、あと3台残ってんのか。厳しいですね、ほんと。まあ最後はきっちりね、全部取れて終わってよかったです。はあ、やっとオリマー君を取ることができました。どっと疲れるわ最近。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。ニッキー姉さん先生、バナナはおやつに入りますか？4本で180円だったら1本45円ねってマジレスされたっす。今でもバナナはおやつ入る系あるんですかね。僕が子供の頃もね、この話ありましたね。仮にね、バナナがおやつに入っても入んなくても別にそんなに重要じゃない気がします。まあおやつはね、300円分とか今でもね、遠足ではあるんでしょうね。みんなそんなバナナ食べたいのかなっていつも思います。しずえさんが校門で弟のケントと待ち合わせす。お、ケントくんは弟なんだ。ブロック塀をうまくデコって学校が奥にあるみたいでパネース。ほんとだね、遠近感がある。これだったら全然問題ないね。すごく遠くに学校があるって思えば、しずえさんが大きいのも全然問題ない。遠近法ですね。ん？ブロック塀の後ろに誰かいるっぽいっすね。これあれじゃないの、イースター島のうさぎさんじゃないの、あの着ぐるみの。なんとなく顔が思い浮かびます。このケントくんがびっくりしてるのは何なんでしょうね。誰を見つけたんでしょうか。しずえさんもおーいって呼んでるね。お、よく見たらなんか一番左端レポーターがマイクを渡してない。これは一体何なんでしょうか。しずえさんの背があんなんで手があそこにあるとちょっと巨人すぎて怖いですね。はい、今日はこんな感じで終わろうと思います。いや、なんか最近本当に手数がかかる台ばっかりやって、気がめいりそうですね。今日も初めて、1回でね、270円も課金してしまいました。今日の教訓はね、オリマーさんは上のね、丸っこいのを掴むように持っていくっていうのがね、ポイントだったと思います。あれね、あそこ掴まないとね、ずっと滑ってね、下に全然いかないので、あの丸ポッチを掴めるように配置するのがね、肝だと思いました。ということで、また明日もね、まだまだ信頼あると思うんで、しかもね、明日から、無料プレイ1プレイと、期間限定台が復活するみたいなんで、そっちもね、取ってないやつはどんどん取らなきゃいけないんで、またね、課金がはかどりそうです。ということで、よかったらね、明日も見てください。つちのこでした。